日はメイドの務め1日4回。俺なんかやったんかこれ。受け取るかじゃあ。音を出すか。え？この画面だと出せない？どうすっかな。 はい。白髪するのどれかを含めて、ああ。チートイツ、トイトイのいずれか。結局、まあやんないんだろうな、俺。どうなんだろう。やんのかな。ピンフ大好き。ピンフ以外で上がりたくないまで。イルカ作るべ、イルカ。リャンハンまたは、ああ、これは簡単だな。よし。なんだ、春望やるんか。でも、仕事でしょ、普通に。さすがに春望は無理でしょうね。デッドリフトがめっちゃやってるみたいだね。大丈夫っすよ。さすがに分かってっから。2戦最後まで打つ。よし、まあ、第2戦、いや、俺もね、上げたいんですよ、ここまで来たら。そう、ここまで来たらね、上げたいんですよね。1位取りてえな、そろそろ。2日、ここ2日、俺1位取ってないんだよな、ジョイナス戦含めて。あ、1回は取ったかな。うさぎ見て勉強したから。うさぎとね、さきはね、麻雀の勉強になんねえんだよな。あれでもね、俺、麻雀漫画だと多分一番好きなんで、おすすめですよ。あれ、超能力麻雀だからね、サキとウサギは。でも面白いんだよ。話が面白いかな。チュン、ラブトン、三班か。ドラを見て、この辺はちょっと残しておきたいな。関すれば上がれることを知る。確かに極端すぎるからな。 あんな上がれねえかな、普通に考えて。確率考えたら。お、感謝しちゃうよ。感謝して。こっちがな、入ってくれればな。ここ切って頭にできんだけど。お、なんだこれは。 チーピン来たら熱いな。チーピンっていうか、なんかもう本日でもいいかなって思ってきちゃったんだが。ハイテーラオイエを教えてくれた。コロモちゃんかわゆう。コロモちゃんはさすがに正義。さっきね。雪氷がかわいい。あれだべ、愛さんかわいいべ。雪氷はいいぞ。重いんだって、だからウサギ。俺が麻雀打ってなかった時から読んでんだから。いいぞ。なんならちゃんたまであるな。あ、どうすっかな。ここかな、とりあえず。いや、ここはなかったか。ああ、ここでそうだよな。ポンできる可能性もあったかんな。一応ここのあれで残しちゃったけど。やべえ、すっぴんが枯れる。
ナンはションパだな。どうすっかな。しまった、こっちからだったな。振り手になっちゃうわ。ちょっとナンはションパだから切りたくなかった。いらぬ。チンチンロート、上茶の人、下茶の人、チンチンロートって名前なんだけど。ひどい泣き方をしてしまいました。うっ、うわー、しまったー。ここ切ったの間違いだったなー。チンチンロート良すぎる。終わった。ダメだ、最後、しかも最後ちゃんと切らないとダメだったな。いやー、下手くそ、下手くそですね。おい、この人ツモスじゃねえかよ。いやー、俺上がれてたのにな。ちょっと下手くそすぎて上がれなかったっていう。チンチンロートやるね。伊達にチンポじゃないね。なんとも言えねえな。ピンズがなんか面白いことになってるな。ピッ、早っ。ピンズの下、これが課金の力だ。そうかな。さすがにわかんねえや。あ、こう切れる。あ、終わった。あ、さすがに厳しいな。カンちゃん2つは引けないだろうし。運命に影響のないものは必要ありません。チンチンやるな。リーチです。お、マジか。すっぴんだな、とりあえず。振り込んでほしいな。じゃあどっちかが死んでほしいわ。うそ。ドン。あ、安手っぽい。三半。あ、四半か。ちっち。安くなかった。五パーからもう安くない。リーチ早かったな。課金の力やん。生きがるなルーキー、これが課金の力だ。
トジロ呼んだら来るかな、ポンニャ。あ、バツがそういえば俺の島来たいっつってたな。島開きますかね、じゃあ。ポンニャ、あいつ俺の島で売りたいらしいから呼ぶかね。なるほど、こうかな。あ、押したと思ったんだが間に入っちゃったか。あるな、間押せてなかっただけか。3色あるな。3色派と3色派っていうのが、ね、世の中にはいるんですよね。3色って言っちゃうけど、これがすっぴんか。ここはちょっと綺麗な赤ゾーンだし、ここ入ってくれとちょっといいかな。なるほど。ここなのかな、ここか、ここだよな。だね、こっちかな。ランニャ、あら、うわ、マジか。あらら、いやー見てなかったな今のな。うかつ、しまった指が。スッて1個ずれやがった。持ってたのかな、どっちみちいった感じですね。ジーニャ。はあ。
地味にいつもある。リーチです。吉。いずれ切らなきゃいけないの。あと2枚か。ロン。くっそー。いいとこまで行ったんだけどな。今日出親だったのか。出親弱えんだよな俺。いや、とりあえずサクッと流そう。トラ入ったな。おせ、超おせ。お、いいとこ入りましたね。おせんだけど、この人たち解散ありのかな。おお、これは。あ、こんばんは、どうも。どうすかね。なんなら一応こっちのペンちゃんもあるんですけどね。まあシャボで待ちたいかな。ふう、こう来てくれよ、ここ。こう来てくれって。ビーチ。うっせぇ、おじさん。ラン。あ。お部屋の上、お部屋流れた。ビーチ。一発ピンフドラ。ドラドラ。うるせえ。ハネマン。
切れそう、マジで。俺、また4位なの？また4位になっちゃうんですか？親流すんじゃねえよ、マジで。全然勝てないですよ、最近。3位、4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 位、2位、2位ですよ。3位、4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 位、2位、2位ですよ。ありえる？そんなこと。昨日、ジョイナスとやりました、そういえば。あのね、俺も趣味もジョイナスに、あ、こんばんは、どうも。やってるみたいですね。本当になんかね、麻雀打つになりそう。あ、俺、めちゃくちゃ下手くそなんだなーって。めっちゃ下手だから勝てないんだって。麻雀打つっていうのがあるんですよ、世の中に。これ3色、どうしよう。そんな入り方されたら。片町だかんな、嫌なんだよな、こういうのな。片町超嫌い。何にだからな。うわ、別に上がれたからって高くねえしな。そうみたいな振り込みしたかんな。マジで、本当ダメだわ。これは良くない？マサルがリングフィット当たったらしい。惜しいな。勝ったんだけどな、1万3000で。もうちょっと遅かったら。ごめんなさいね。つまんねえ。 ああ、4位だわ。これ4位ですわ。そ、切れそう、マジで。ああ、4位か。4位になっちゃうのか。やべえ、切ねえ。いやー、悲しいっすよ、俺は。クソゲーですわ。そうですね、新品だいたい9000円ぐらいっすね。真ん中狙う気にもなんねえもん。ゲームボーイ。あ、またあれですか。本屋を引き当てたみたいですね。いいね。俺の島全然出ねえんだよな、あれ。G。ああ、やっぱありますよね。勝てない日ってなんかダメだよな。俺それ、なんか3日目なんですよね、今日で。まあまあ死にたい感じっすね。いやー、でもまあ、そうですよね、やっぱ本当に。こればっかりは運だからな。どんなゴミ手でも上がれるときは上がれるしね。すげえ、ね、両ハイパイでも上がれないときは上がれないですからね。結局そこ、最終的に運だなって思っちゃいますね。この形どうあがいても上がれなそう。 そういう気分になってくる。絶対上がれないけど行きたくなっちゃう。流れきてない。目の前で酷使ぶちかます。うわー、マジか。悲しいよね。一番悲しいのはさ、上がれる上がれない以前に、麻雀に参加できない時悲しいですよね。
何もやんないで、なんか結局ね、何もやってないのに、なぜか2位ぐらいになってる時、これいるってなるやつ。わペーを出せ、もっとペーを出しなさい。今回もダメそうだな。俺最近マジ本当にここ 2,3 日1位1回も取ってないっす。まあまあやってんだけどね、今もだいぶ死にたい気持ちで麻雀やってます。死にてえなって。ロンあ、3位になれそうですね。3位に こういう時はね、こう思うようにしてんすよ。運がいいだけのゴミじゃねえかって。てめえら運がいいだけのゴミじゃねえか、お前実力良かったと思ってんじゃねえぞこの野郎って思うようにしてます。一応いつすかね。ナタデココさん結構打つんすか。うん、デッドリフトってやつがいるんですけど、あれと打ってほしいな。早いっすね、ほんとよ。気まぐれコンパスってやつがいるんですけど、バツが誘ったら麻雀は長いから嫌だって言われたっつって、え名前ですか。あのニャンダーってやつがいるんですよ。ニャンダーってやつ。あ、そうですか。デッドリフトっていうのがあるらしいんですよ、筋トレに。うん、俺デッドリフトって呼んでるんですけど、本当はニャンダーって名前らしいです。すいません、滑舌だな、俺の滑舌問題申し訳ないです。よく言われます。ハキハキ喋らんかいってよく言われます。おい、初ドラじゃねえかふざけんね。名前すごいっすよね。筋トレでデッドリフトっすよ。絶対人殺しじゃんって思いましたからね。あいつ絶対やべえやつだって。何デッドリフトって意味わかんねえんだけど。これあれだな、ちゃんたもあるな。ちゃんたもあるけど、まあだいぶ薄いな。わーい、強そう。マジ強そうっすよね。デッドリフトって名前考えた人はどういう気持ちでつけたんだろうね。殺したかったのかな。やべ、大丈夫これ、ちょっと、ああ怖い、ほんと怖いこれ。ああ、ほんとっすか。うすうす、なかなか面白いやつなんですよね、そのニャンダーってやつ。振りたくねえなー。まあ、ここ入って、まあ、とりあえずピンフにしたいっすね。ビーチにゃ。ポンです。あなたですか。どうしよっかなー。振りたくない。とりあえずあれだな、ソーズも切れないよな。ちょっと下茶が怖いから私は、ああですよね。ん、当たり、当たりじゃないか、上に入ってるもんな。ふう、助かる。
合うんじゃねえぞ神ちゃん、マジで俺の3位がなくなるから。志低い、低いけど、でももう無理だよな。4、あ、よっけよっけ、8、ドラ3、おー、まだ生きてる。いやー、頑張って頑張って1位取りたいんだけどな、全然単位上がんねえんだよな、本当に全然上がんなくて、そう、割とゲロ吐きそうなぐらいやってんすけどね、そんなにはやってないか。まあ、それで初叩いてスパッと流したいですね。ポンニャ、ナタデココさん、あれだっけ、渡るさんのお知り合いの方なんだっけ。最近よく遊ば、最近よくでもないけど、マリオカートとかちょっとやらせてもらいに行きますね。ふぅ、本当ですか。面白いんですよね。ちょいちょい絡ませてもらってます。あんまりあれだけど、で、あの出そばがうまいんですよね。本当に。羨ましい。あの手のゲームうまい人、本当にかっこいいかな。私はもう、まあやったことあるけど、渡さんと出そば、勝てる気しなかったら。ああ、まあありますよね。渡さん結構、まあ渡さん結構夜か、うん、あいつ面白いんだよな。よし、 G、 俺はやるぜ、上がるぜ、先天上位陣にはもう勝てないんで、本当にもう3位狙いっすね。あわよくばさっきので飛んでくれてればありがたかったんだけど志が低いな。もうね、あれなんですよ、4位取らないように頑張ろうって感じですよ、ここまで来た。うん、初が火を、よし、こっから関してあれっすね、初ドララン、え、はい、10、ドラ2、ありがとうございました。はい、3位です。勝てねえ、私の勝ちですね。4位だと悲しくなりますね。これ全然こっから上がんないんだよ、負け続きで。くそー、まあどっちみち今のじゃね、3位以上は無理でしたからね。こんなんですよ、私こんなん。ああ、もう随分3位率上がっちゃったもんな。結構1位取ってたんだけどな。一応見てみるか。ファンクル。あ、ユンボが10分前にやってたんですね。いや、段位上げたいんだよな。段位上げたら、成仏できるかなと思って。全然勝てねえ、本当に。勝てねえ。あの振り込みはちょっとなかったかな。軽率だったっつうのはなるな。ちゃんとそう捨て牌見ないとね、想像全然出てなかったんだから。三段バラを五十三竜、カブラウマ TMY、 段位上がったらご褒美にか、お、いいね、そういう目的があると良いですね。モチベが上がりますな。統一が多いな。三統一か。ちょっとめんどくさそうなやつ。まあそうっすね、なかなかおもろいっすけどね、やっぱ3人麻雀はやっぱ手高いっすけどね、
なんかあれ完全に運ゲーだからなって思っちゃうんだよな。サンマはサンマで結構深いっちゃ深いんですけどね。こうじゃな。ナタデココ、ごめんなさい、ナタデココさん、この間ちょっと打った感じ、結構やってるような感じしたんですけど、長いんですか、麻雀は。うん、この人めっちゃうまいなと思って。そうっすよね。サンマは結構なんかよだれ垂らしながらできますからね。うへへへって感じで。そんな感じでやってますね。あ、入ったみたいな。頭悪そうな感じでやってますね。まあ、手入りやすいし、高めで上がれるから、楽しいっすよね。そういうのが好きな人的には。うん。あ、どうしよっかな。こうかな。いやー、でもな、ドラがあるからな。微妙なんだよな。俺、イーマン切っちゃったからな。あ、そうそうそう、そういう感じ。よだれたらしで、うへへへへって。そう。逆でも決めてるみたいな感じで。サンマ、あ、そうなんすか。サンマやってたんですね。そうだよな、サンマ好きな人も結構いるからな。うん。奥が深いですな。泣いちゃってもよかったかな、枚数的に。リーチです。ポンニャ。これはちょっと振りたくないな。まあチーピンかな。うっす。ここはありがたいっすね。高い役出にくいから知り合いが嫌がる。なるほど、まあそうっすね。まあ、ゲームとして駆け引きが面白いのは確かに、4万の方なんですけど、確か上がりやすかとか、気持ちよさを求めるとなりますね。確かに、うん、わかりますぞ。まあ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 、流局でしょう、おそらく。ロンニャ、うわー、なるほど、まあ、そうだよな。一番最後のそこが、まあ、リーチしてる人しか見てなかったパターンだな。あるある。そうっすね、俺も結構どっちも好きですね。俺はでも 4の方が合うかな。うん、九州九杯にゃ。あらら、流されちゃった。結構良かったんだけどな。あ、なんかいいな。またいいや。うん。ここ、まあ頭。まあでもどうしようかな。まあ、頭になりそうなとこ多いから。ここの窒素が入ると嬉しいやつ。ここ切ってちゃって一緒、とりあえず。だとここ切ってかな。ここ頭かな。うん。ご飯、お、いってらっしゃい。よだれの顔文字を気に入ったらしい。ご飯を食べて大きくなるんや。東京タワーぐらいになるんがええ。何言ってるか分かんねえ、自分で。そうなんだよ、俺やっぱね、考えちゃうとダメなんだよな。面白いこと言おうとすると俺マジで無理だかんな。リアルで麻雀に打つ時になるために麻雀牌買ってイカサマ練習しとくか。こいつ何の練習しようとしてんだよ。
おお、うまそうっすね。お酒は大丈夫なのか、いつも酒飲んでっけど。肝臓悪くしないようにしてくださいね。チュンボーみたいになっちゃうよ、酒ばっか飲んで。あ、ここまで行ったらもう本当に終わりだけどします。そうはならんやろうってなりますけどね。人によるからな、でも肝臓の強さとかも。本当に、いや、なんか そうなんだ。意外と飲んでなかった。ならいいや。何日ぶりか。俺は何ヶ月に1回だからな。あんま興味もねえしな。いやー、高い。いや、あいつ体ぶっ壊れてるよ。かぶっちまったなー。酒は俺別になんだよな。自分で買うことまずないしな。賞味期限切れのビールが届くこと。結構酒好き。全然飲まない。あ、俺もそう。全然。大して強くないし。そんななんか、ベロンベロンにはなんないけど。強いってわけでもないし。酒強いのかな。ね、なんか、すごい。なんかある、ね、あるってわけでもねえですからね。強いから偉いっていうのもないし。酒ほどほどに。確かに。全然飲まないからで OK。マサルくんタバコもやんないよね、確か。酒もタバコもやらないマサル。実は俺もそうなんだよな。俺頭おかしいって言われたからね。酒もタバコもやんないで、お前何が楽しいのって言われた。ゲームやってますけど。ゲーム楽しいですけど。酒もタバコも、お前やんの女だけかって。女もいねえよ。くそ、二枚切れなのが痛いな。じゃあ、かみちゃんの人、そういう感じなの？こいつ、罰じゃん。かみちゃん、罰なんだが。バカトイじゃん。かんにゃ。いや、厳しいな、これは。街も厳しいな。まあまあ。ピン染めじゃないっつうのが分かっただけでも。俺、禁煙の苦しみとか全く分かんねえ。うん。何に苦しいんだろう、この人ってなるね。え、タバコ読めるだけでしょ？読めればいいじゃんなる。何に苦しんでんの、この人。泣きの竜っていう漫画がありますね。割とね、泣きの竜好きなんですよ。いや、貼ったんじゃけど、ね、ゼロだかんな。こっちだな、さすがに。降りれっつうか、安全だし。タバコもすん、あー、なるほど。俺、ゲームやってりゃいいんすよ、マジで。酒もタバコもやんない。女はちょっと、いたらいたで。リーチです。あれ、なんか気づいたらバツいるぞ、そういえば。君、俺の島来るの？そういえば。だからさ、ヤニカスとかさ、アル中の気持ちが全くわからん。
本当に何に苦しんでんのこの人たちってなる。意味がわからない。来い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 。負けんまいんだ。マンズが全然出てねえんだけど。くっ。来ねえのか。あ、ダメだ。さすがに無理。ノーテンニャ。なるほど。ただ美味しく飲む方法最近分かった。美味しいと言えば美味しいけど、ミルクティー飲んでた方が。そうだね。それなんだよ。先輩も言ってた。別に酒が嫌いなわけじゃないけど、同じ金出すならファンタグレープ飲みたいって言ってた。ファンタグレープがいい。俺ファンタグレープ飲みたいって言ってた。片言だった。なんか俺山の神の掟守るみたいな。うん、そんな感じだった。熱海行ってくる。あ、じゃあ俺んとこ来ないんだね。わかりました。俺たち人間食う、人間の力もらう。無理やりねじ込む。熱海リーチです。熱海寒い。あー早い。マジ早漏じゃないですか。暗黒早漏剣じゃないですか。あ、一発。おお、怖っ。肝っ玉が縮み上がっちゃいますね。つも、ごめんなさいね。わあ高い。やるな。無理やりねじ込む。酒に興味ないんだよな、マジで。うん。別に飲んでる人を批判つうか、別にタバコ吸ってる人もまず、うん、吸えばいいって思うけど、俺が言わせれば金払って体肺悪くする煙買ってるなとしか思わないかんな。吸わないから。うん、全然わかんないけど、私からしてみればそのようにしか見えないんですよね。副流煙っつうのが世の中にありますから、ね、それだけはなんかちょっとやめてほしいけど。ポンニャ。罰はやですね。手、そう、ちょっと遠回りさせて。でもちょっとそこは、てか俺、これなんか悪いことした。なんでこんな点ないの俺。振り込んじゃったっけ俺。俺振り込んだっけ。わかんないかもです。うん、まあ、飲まねえなら。そう先輩にも昔言われたんだよね。タバコやんねえならやんねえ方がいいよ、無理にやっことじゃねえよって。めっちゃタバコ吸う先輩から言われた。まあねえ、やろうとも思わないしな。だって500円だぜ。500円ありゃ何でも買えるぜ。興味ねえんだよな俺なら。酒はもらうもんだからな、買うもんじゃないから。たまに飲酒ドリクラやりたい時だけ、下町のナポレオン買うわ。そんぐらいじゃないかな。酒も健全ですね、ナタデココさん。
そういう先輩に吸わされた思い出昔な、中学とかの時はな、そういうのありましたね。未だにさ、俺んとこすげえ田舎だから、そういうさ、ロンニャ、あら怖い、昭和のノリがあんっすよね、マジ怖い、あーやだやだ。ジョッキ一杯で、おお、いや、いいっすよ、うん、酒強くたって何の自慢にもなんなかんねいいっすよ、全然いいよ、全然。膝にゲロ吐く、おろろろろろろろってやつですね。俺あれできねえんだよな、リアルに吐く人って。あの沢沢口で検索してみてください。あらららららららって、めっちゃうまいから。昔好きだったんですよ。細かすぎて伝わらないものまで。これ上がれないことない、これ。上がれないことない、これ。しかも上がれない上になんか手、高いんだけど。俺これもうなんかさ、思ったんだよ。これさ、長島漫画くらいしか狙えなくね？長島漫画しか狙えなくね？これ。しかも今8枚あるからワンチャンあるな長島、しげお、アルコールをジョッキで、あ、そのにゃ、ねえ、俺だけ上がれないんだけど、おかしくない俺こんな感じでさ、毎日さ、毎日負けてんだよ俺、こんな感じで。なんか悪いことした？だいたいこんな感じで負けてます。嫌になっちゃうわ。アルコールジョッキです、摂取するなんていいじゃん。まあ確かにな、なんかすごいな本当に俺の周りなんかめちゃくちゃ飲むやつ、あんまりいないな。春坊がやっぱだからすごい異常に見える、すごい異常に見える。現実逃避したいっていうあれもあるんだろうけど、毒を真水で中和しながら適当なバランスで、そう、なんかしかもちょっとだったら体にいいんだぜみたいなさ、いうやついるじゃん。飲まなきゃもっと体にいいわ思っちゃうんだよな。どうでもいいけど、他の人の体の心配とか全然どうでもいいけど、これどうしよっかな。ちゃんた狙いでいくか、いや本一はさすがに無理か。まさるくんなんかでも強そうだけどね、リーチにゃ、そんなに酔っ払わなさそう。早いんだけど、俺ちょっと頭おかしい。とりあえず俺には酒を飲むやつの気持ちは分かんないと、そういうことっすね。悪いとは言いませんけど、おお、タバコに関してはちょっと肯定的に思えた、うまく区切り、なるほど、まあ、確かにそういう、まああれ麻薬みたいなもんなんでしょう、知らねえけど。
落ち着かせんでしょ。知らねえけど、マジで全く知らねえけど、適当なこと言っちゃいますけど。ツモニャ。はあ。大体こんな感じで負けます。いいんじゃないですか。いいっていう人にはいいんじゃない。うまさが全然わかんない。苦い煙。うん。それだけだわ。俺の中では。全然そうと思わないな。芸能人とかってよくさ、麻薬で、薬物で問題になるじゃん。あれってさ、なんでやろうと思うんだろうね。なんかあんのかな、やっぱそう、芸能界にそういうパイプみたいなのが。言うても芸能人だけじゃねえよな。パンティーもまあやってんじゃろうけど、まあ金持ってっかんな。いくらぐらいするんだろうね、ああいうのって。あの、あれ知ってるわ俺。あのスピード知ってるわ。スピードとあとなんだっけ、なんか知ってんだよ。うん、めっちゃ気持ちいいらしいですけどね、あの薬物決めると。全然興味ねえ。興味持つとめっちゃお誘い来るんだと。あー、薬抜けられなくなる。でもボロいよね、売ってる方は。思ったんだけどさ、売ってる方ボロいよね。だってあっちがやめらんなくなって、あの向こうから来るよね。でどんどん金釣り上げてけばさ、それでも買っちゃうんだ。全然興味ない。ウーピンは通る。いやー、そこか。プリテンださすがにいけないでしょう。
ね、3色ちゃんた。ちんや。ほら。だって無理じゃない、そんぐらい。そんぐらいじゃないと無理でしょ。だってこの形無理じゃん。早かったな、でもさすがに早かったな。あ、ちんや。ひでえ形。イシャンテンだぞ、イシャンテン。はあ、勝ちましたわ、これ。なんならイーピン重なって白もつけ。回線が悪い。いらねえ。単品3枚切れ。単品3枚切れか。ああ、ダメそう。今回も無理だったよ。あ、どうしよう。1品はちょっとこなそう。あーでも1品も2枚、今も2枚切れか。ふぅ、じゃあこうだ。結局こなそう。リーチにゃ。あー、なめとんこのシャバ像。グッキャない。はよ、窒素出せや。窒素出せや、はよ。無理。つまにゃ。つまんねえ、マジで。俺が何したって言うんだよ、マジで。おなってんじゃねえか、こいつ自殺しろ、マジで。あーもう無理、マジ無理。やべ、回線切りてー。俺が何したって言うんだよ。気持ち悪いな、その顔。めちゃくちゃ気持ち悪いな。あーマジ切れそう、マジクソゲーだわ。これ続けてれば上がれっかなって思ったんだけど、本当無理じゃねえの。こんなんばっかだぞ俺。超つまんねえんだけど。何も面白くねえわ。全然勝てねえんだけど。3位と4位しかなってないんだけど。これ考えて、明日自殺しろ、マジで。3つありましたね、これね。はぁ、キモいことだ、本当に。はぁ、3つあったな、これ。3色を。あぁ、めちゃくちゃつまんねえや。勝ちの目ないじゃないですか、こんなん。これだけ7000点だよ。これバカすぎる、マジで。あー、しらけるわ。
って俺振り込んだっけ今回。え、振り込んだ俺。ないですよ、がんないですよ、こんな。ポンです。やべ、超つまんねえ、マジで。なんなんだよ、本当に。なんで勝てねえんだろう。ジーニャ、あ、あるのか。あ、楽しい。ビーチにゃ。あー、つまんね。三面待ちだけど、三面待ちじゃない。いや、振り込めボケがマジで。あ、終わらせた、こんなつまんね遊び。よかったな、今リーチ一発スモーピング弾薬。くっそ、ロンニャ。あードラスラのランニャ、残酷。はぁ、もう本当に死にてぇ、マジでつまんねぇ。マジつまんねぇ。あー、終わってる、マジで。最後もこんな手ですよ。あ、もういいや、軽かかって終わろう。いや、もう俺本当にこれ運が悪かったしか言いようがないんだが、俺振り込んだか今回。なんかやった俺。ああ、もう死ぬ、いらない、いらない、もういいよいいよ、終わろう終わろう。完食。1億万倍マシだよ、本当に。こんなつまんねえ遊びやるぐらいだった。なんか最近本当にこんな感じなんだよな。なんでこんな勝てないんだろうな。なんか運量がおかしい、マジで。普通じゃない、ちょっと。でもいいから入ってほしいな。パンピン三色イーペイとか聞けば、まあワンチャンあるかもしれないけど。4ユンボ、お、マジか。熱海行ってきましたか。私はもうこのゲーム勝てないかもしれないです。もう1位取ってねえよ、ここ 2,3 日。嫌がらせだよ、マジで。
あー、めっちゃつまんねえ。もうやだよ。なんなら俺もこの状態でもポンして終わってもいい。なんだそれ、わけわかんねえな。ジーニャ、ポンニャ、もういいです、終わりでいいです。何もさせてもらえなかったな、結局。いや、俺振り込んだわ今回。なんか振り込んだ記憶ないんだけど。なんでこんな点数ないんですか。ひよこのゲロ食らってる。ああ、なんでひよこなの。ナタデココじゃないの。ナタデココさん行っちゃったかな。くださってましたね。いやー、ほんとやだわ。いやー、もう団員戦やってればさ、そのうちさ上がれっかなって思ったんだよ、あの団員。うん、ふざけんなよマジで。早く終わらせろよ、女クソゲー。あ、そうなんだ。あの、ツタデココさんとフレンドじゃないんだよね、俺、残念ながら。早く終われよ、マジで。こんなつまんねえ遊び。閉店だよ、こんなもん、マジで。なんも面白くねえよ。今日も勝てなそうですね。さっきも3位だったし。絶対4位じゃん。ほぼ4位格だよ、こんなもん。あー、つまんねえ、マジで。そういえば、あの、総理大臣からあのフォロー外されてました。あいつ、1日でフォロー外したんだけど、どういうこと？それやめろ、気持ち悪い。マジ気持ち悪いな、それ。カンニャ。あー、ウピンか。最悪だな、それ。ハラレットめっちゃ気持ち悪いわ。とんでもないキメラを生み出してしまったな。これ泣かれるとあれなんだっけ、流し漫画って成立しないんだっけ。それで自分なの、相手が勝手に泣いたらとかってダメなのかな。あ、じゃあもう流し漫画を狙うしかない。無理だ、枚数的に絶対無理だ。誰か一人死んでくれればな、ワンチャン俺3位になれっかもしんないな。6枚か。だいぶ厳しいな。お、あと4枚。どうなんだろう、でもこの場合。まあ、積もられる可能性もあるけど。引けねえかな、さすがに。ちょっと引けなさそう。お、あれ、これこのまま行くと、いや1枚足りねえな。あと2巡中にもう1枚。ロンニャ。あ、そうです。
あ、終わった感じ。何したんだよ俺が。俺が何悪いことしたんだよ。天下無双にゃ。黙ってろ。あー100ぐらい下がった。最近勝てません。全然勝てません最近。おかしくねこれ。急にこんなんだぜ。これ見てるだろこれ、俺の勝率。あいつ高いから調整しようぜってなってるでしょ。な、ちら、誰もいません。なあ、まあ、ほんとムカつくわ。何したっつんだよ俺さっきの対局。何したんだよ俺。全然手入ってもなかったよ。ジョイナスジョーカーやってんじゃん。ちょっとこれパクらせてもらおう。大戦つまんなすぎんな。本当にやめよっかな。もう一個ぐらいはあげたいなって思ってんだけどな。やめよっかな。本当に時間の無駄に思えてきたわ。全然勝てねえんだけど。手ばっかりマジで。今すぐ回線切って気分だ。あーもう泣いて終わったかな。もうなんならなんなら泣いて終わったかもしんない。ホラート、ホラートな。いやホラートはね、チンポが竜がごとくやんないから、どうしよっかなって感じだな。あの人がなやらないかんな。俺もモチベ上がんないんだよな全然。やってくれればやんのにな。気持ち悪いだ、やめろって。気持ち悪い。いや俺も本当にへこんだ。もうやめよっかなこのゲーム。勝てないんだもんだって。面白くない、つまんない。もうどうやっても勝てないもんだって。本当にいいですねあなたたちは、適当に打ってて暴れて羨ましい限りですよ。どうしようこれ。いやダメでしょ。あーマジで勝てねえよ。ラン。はあ。勝てんだマジで。もうどんな打ち方しても勝てねえんだけど、本当につまんねえよ。あーマジでもうやめよって。最近やりすぎだったよな。あーもう本当やめよっかな。つまんねえよマジで。どこ打っても勝てないんだけど、教えてくれよ。だったら勝てるか。ポンです。もう課金すりゃいいのか俺も。いやマジ本当にこれ友人専用ツールにしようかな。も
もそうしないともう無理だよ、やる意味ねえもんこんな。ありえんぐらい勝てねえよマジで。ああもう、ああマジでもうほんとほんとダメっすね、沼かもしれませんな。めちゃくちゃ綺麗そうマジで。切れる元気もねえよマジで、ただ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 落ちる、ただただすげえ適当な打ち方してるやつにも負けるしな。いやーつまらん。これシュントがバスとやるときで専用になりそうだマジで。これなんでもうこんな勝てないと思わなかったもんだって。チその点天保はバランスいいよな、天保バランスいいよな。天保に帰りたいっす。ポンです。いや私がねさほど上手くないのは分かってます。にしても勝てねえ、にしても勝てねえから。ジョイナス、はあジョイナスはいいの。感します。ついな。これ逃げですね。ダメでした。へこむ、マジへこむわ。勝てねえ、全然勝てねえわ。どうやったら勝てんだろう本当に。ドラグンをやるか、俺はもう、俺はもうあれベジータみたいな感じになるしかない。俺はもう戦わんって言わないといけないかもしれない。ドラッコン、ドラグンやっか、リモコン買ってきたし。もうさすがにこんだけ勝てねえとへこむよ。
だけやって1位が1回もないのはやばい、マジで。何なの、何の力が働いてんだ、マジで。あーもうやだ。流し漫画音、やっぱこれだともうダメなんだよね、きっと。狙ってなかったからあれだけど。だけどちょっとピンクはちょっと厳しいかな。リーチだよ。そうですか、よかったっすね。厳しいな。これしか切ってないな。無理。妻。最低か。だけ。あははは。あれ、ああ出す前か。なんかとりあえず上がりてえわ、マジで。上がれてないんだよな、多分。全然1回ぐらいしか上がってねえんじゃねえかな。私が一体何をしたというのだ。仕事毎日通って医者とか行って、なんかもうズタズタですよ。私は、私が一体何をしたって言うんだ。吐くね、吐くの問いつとかいらねえ、マジで。でもまあ、どうしよっかな。ハクのこいつ、いんないんだけど、頭がな。いや、馬は頭にしちゃおう。ハイパーへこむわ、マジで、こんなんされたら。もう一回でいいから、万が一上がらせてくれよ、俺に。は？いい手だったのに。いいっすね、課金してる人は。ポンポン上がるっていいっすね、ほんとに。いや、優遇されすぎだろ、マジで。あ、強い。来たか、ついに。このクソは課金野郎が、マジで。金で買った勝利はうまいか。あ、ハンクリさんがフェザーあげて。サイレントヒル。俺やらねえんだよな、デッドバイデイライト。あ、バツがやってくれるだろう。ついに、さすがに今回は上がっていいでしょ、俺が。これ上がれなかったら俺何上がれんの、マジで。あ、手代わりが。
ここ入ったら三色が、あーでもヤンマン切ってるわ。一応頭が候補で、ちょっと難しかったな。なんなんだよこいつ、マジで本当に。なんで張らねえんだよマジ。なんでまだ張らねえんだよ。5、6、8。さすがにリーチにゃ、さすがにいいでしょう。リーチドラドラ3半ぐらい上がらせてくれよマジで。3半ぐらい上がらせてくれよ。シャズ言うんだ。マジマジで何したの俺が。あーもうダメだ、もうやめようマジで。あー意味ねえわこのゲーム、やる意味ねえわ。これはラスになります、僕の。はい、第2戦最後になります。超面白くねえわ。もう課金したやつが強いゲームなんでしょう、要するに。無理だよ、だって俺上がれねえもん、こんだけやっててやる意味ないでしょ、面白くねえもんだって。はあ、いやマジで勝てねえ、急に勝てなくなったな。もうこの間までそんなことなかったんだけどな。3位と4位ばっかになったわ急に。リーチだよ。うるせえな、黙れ、死ね。できんの。うー、ドラは切れねえ。課金なんすね、早いし。異常だったろ今の。おかしい。その速さでそれは。あ、サインやった、やった。もう超つまんねこれ。あ、ポンニャ。ついに来たか、風が。シャアなら割と早く切れるはず。さすがにもうさっきからそれしか言ってない気がする。さすがに勝てる人しか言ってねえや、全部負けてきたわ。
全部もういいだろう、そろそろ貼らせてくださいよ、そろそろ1回ぐらい。半直だったかもしれないな、さすがに。3品送れ。ポンニャ1枚換算ピン1枚1枚あ、サブロッキーこれなら勝てる。131リーチだよ。うっせえな、黙ってろ春日まで。それしか言えんのかお前。やっとだよ、やっと8000、ありがてえ、はあ、全然届かねえ。でも全然届かねえ。とりあえず青リスタンプ貼っとこう。ノリいいなこの人。かな。ジョイナスのあれちょっと後で試してみたいな。気持ち悪いな、そのその顔文字。なんかもっといろいろ作りたいんですよ、気持ち悪いシリーズ。あ、こっちでよかったかな。さすがにこっちだったか、3色あったし。もうせえ。どうしようかな、もう本当に。あー、へこむわマジで。もう龍が如くのクソマージャンやるしかねえなこれ。お、入りました。いや友達と打つのがいいっすね。うん、友達と打つのがいいや。友達と打ってんなら別に負けてもそんな気になんないしな。なんだこれ。リーチです。めめめめめ、ここだ。
行くか行くべきかこれは。いやもう息切れだったかな、ちょっと早まった感はあったか。ロンニャ、あ、死んだんじゃない、死んだんじゃない、あ、死んだ終わった俺のラス、俺の親はでした。またまた負けた俺はもういいや、これもういいや、俺このゲームもういいです、このゲームの題材もういいや、俺勝てねえや、下手くそです僕は、はい、こんなんですよ、こんな4位3位2位2位3位4位3位、はい、才能ないです、やめた方がいいです、これはもう友人とやるだけのツールにします、もう意味ねえわこれマジで、やってても俺 何悪いことしただって、俺何悪いことしたんだよもう、うんでしょマジで、もう課金じゃん完全に、役ってなんだにゃ私はいつも勘で打ってるにゃ、あ絶対やんねえもん、つまんねえこのゲーム、チラ誰もいないもう絶対やんねえマジで、あーつまんなかった